島の全体図カナダにおけるニューファンドランドラブラドール州セントローレンス湾内。ニューファンドランド島はカナダの東海岸に位置する島。ニューファンドランド県のふるさとでもある。また沖合の海域は世界屈指の工業場として名高い。ニューファンドランド島の人口は2001年現在で46万6172人。周囲の島を含めると50万人を超える。 ニューファンドランドラブラドール州の政治的、経済的な中心で人口の最も多い部分でもある。州都セントジョンズはこの島の南東端、大西洋沿岸にある。1949年にイギリス植民地からカナダに加入して以来、この島のある州はニューファンドランド州と呼ばれていたが、ラブラドール半島にある地域、 ラブラドール地方が大きな面積を占めていたことから2001年に現在のニューファンドランドラブラドール州に改称された。島の面積は11万1390平方キロメートルで州の27.5%を占める。世界では16番目、カナダでは4番目に大きな島である。島の最高点は標高814メートルのルイスヒルズ。 シュートセントジョンズの南にあるスピア岬はカナダのみならず北米の最東端である。かつてニューファンドランド島は北米と欧州の航空路の中継点でもあり、島北部のガンダー,アーにはニューファンドランド空港があった。ニューファンドランドという名前はラテン語のテラノバテラノバという故障にちなむ。1497年にイタリア人の探検家ジョンカボットが ヨーロッパ人として初めてニューファンドランド島に到達したが、それに先立ちノース人らが西暦1000年頃に到達していたと見られる。ノース人が記録に残しているビンランドの位置については議論が多いが、この島の北端にあるランスオメドはその一部と考えられている。ニューファンドランド島住民は ニューファンドランド・イングリッシュという英語の方言を呼び、ニューファンドランド・フレンチというフランス語方言を話す。かつては、ニューファンドランド・アイリッシュというアイルランド語方言や、先住民ベオスック族の言語、ベオスック語が話されていた。地形図ニューファンドランド島は、ラブラドール半島からは、ベル・アイル海峡で、ノバスコシア州先端のケープ・ブレトン島からは、カボット海峡で隔てられている。この島は、 セントローレンス側の巨大な河口を塞ぐように、位置しており、セントローレンス湾を形成している。島の南岸の沖合には、フランスの海外領土、サンピエール島、ミクロン島がある。また周囲には、トゥイリンゲート島、ニューアールド島、フォーゴ島、ベル島などが点在し、アバロン半島などいくつもの半島が突き出している。西部には、島内最大の湖グランド湖がある。 ニューファンドランド島は海洋性気候だが、寒流のラブラドル海流が島の東岸を南下した後、南岸を西へ流れているため気温は低めである。春は遅く短く、夏は涼しく、冬は玄関である。1月には、島全体が氷点下になり、夏でも高原には雪が残っている。降水量は十分で、北西より南岸の方が若干雨が多い。 島の北東部では冬には数十センチの降雪量がある。島はどこも風が強いことも特徴である。また南岸は霧が頻繁に発生し、海岸と呼ばれるほどで、南部はバロン半島沖やグランドバンク付近は春から夏にかけて暑いハエが寒冷なラブラドル海流の上を通るため、世界でも最も深い霧が出る海域である。グランドバンクは、 メキシコ湾流とラブラドル海流がぶつかる、潮目の位置にあり、世界屈指の工業場として、ニューファンドランドの入植や経済に大きく関わってきた。冬は、北米大陸を東から西へ進む、低気圧が島近くを通るため、11月から3月は、ノーイースターと呼ばれる、激しい嵐が何度も島を襲い強風が吹き荒れる。夏には、 南で発生したハリケーンが接近し、暴風と大雨をもたらす。ニューファンドランドの半分は、森林地帯だが、南部と西部の広い範囲に苔しか生えない、泥炭地や、不毛の地が広がる。植生は気候に左右され、島南西の比較的温暖な谷間は、トネリコやニレが育ち、中央部や西部は、カバノキや松が主である。バルサムモミや、黒頭皮の木は、 北東部以外の低地にはあちこちで見られ、北東部には寒い気候に強いアメリカ山ならしなどが多い。島は大地が多く、島の西部を南北に貫くロングレンジ山脈はアパラチア山脈から伸びる、山並みの延長でもある。古代の岩盤が多く、気候の割に肥沃な土を生み出している。ランスをメドのバイキング入植地あとニューファンドランドの初期の住民は、 ヨーロッパ人到達時に住んでいたベオスック族の祖先にあたる民族集団だったと推測される。ベオスックとはベオスック語で人間を意味した。ベオスック族の民族的起源は定かではないが、ラブラドール半島から渡ってきたと考えられる。その文化は現在では絶滅し、博物館にある歴史的、人類学的資料でしか忍ぶことができない。 最後のベオスック人女性、シャナウディ氏とは1829年にセントジョンズで亡くなっている。ノース人がビンランドで遭遇したスクレリングと呼ばれる先住の人々はおそらく後のベオスック族の祖先のことと思われる。ヨーロッパ人と北米先住民の最初の衝突は1006年頃、現在のランスをメドー国定史跡の周辺で起こっている。ノース人の佐賀によれば、 スクレリングたちは非常に凶暴であったとされ友好関係の構築に失敗した信頼のノース人たちは結局入植を諦め島を撤退した。ジョン・カボットの1497年の航海に始まるヨーロッパ人到来の第二波ではベオスク族との間に交渉が成り立った。この時期の島の人口は1000人から5000人の間と見積もられている。 ヨーロッパ人の入植地が年間を通した高級的なものとなり、海岸線一帯に広がるに従い、魚老に頼るベオスック族が生計を立てられる海沿いの土地は減少していった。ベオスック族が入植者たちに殺され、飢餓と入植者の持ち込んだ薬病で激減した後の19世紀、初めには生き残りはほんのわずかであった。植民地政府は、 先住民との対話を開始しようとしたが、すでに遅すぎた。現在のニューファンドランド島島民は、祖先をアメリカ先住民、その多くは大陸部に住むミックマック族マイナスにたどることができる人が多い。ニューファンドランドは、ノース人の北米入植地のうち唯一、実際の入植跡が確認されている場所である。ノルウェー人の探検家、ヘルゲイングスタッドとその妻で、 考古学者のアンスタイニングスタッドは、1960年に、島北端のランスを目堂で遺跡を発見した。長年にわたる発掘の結果、入植地は、クリストファー・コロンブスの大西洋横断に500年以上先立つものと確認され、糸車やタンヤの道具などが発見されたことから北米における、最古のヨーロッパ人の居住の痕跡とされた。 ユネスコの世界遺産にも登録されたランスをメドウは、バイキングの航海者、レイフ・エリクソンが到達した、ビンランドの入植地と信じられている。ノース人は、先住民との衝突を起こし、おそらく999年から1001年までの、比較的短期間しか留まらなかった。1010 10年頃にソルフィン・カルルセフにもビンランドへ、大勢を連れて入植したというつてがあるが、 これも短期間に終わっている。その他のヨーロッパの国の人たちもニューファンドランドの発見者だという言い伝えがある。アイルランドのセーブレンダンもこの島を発見したとされる人々の一人であり、セーブレンダンの後悔という歌はニューファンドランドでは有名である。ウェールズの民話ではマドック王子が探検の末1170年にアメリカに到達したとされているが、 彼の通った航路や到達した場所の詳細はわからない。スコットランドでは、オークニー・リハク・ヘンリー・シンクレアが1300年代の末に新大陸を発見したとされる。ポルトガルでは、エンリケ航海王子が1431年、アゾレス諸島を発見した頃に新大陸も発見されたという主張がある。1490年頃に残された地図には、 アイスランドの南西のおよそアイルランドと同程度の緯度に3つの島が描かれており、これがニューファンドランドと周辺の島だという説もある。これら3つの島は7人の司祭が発見した7つの都市の島あるいはブラジル島と呼ばれている。ブリストルの商人が1480年にブラジル島を求めて航海したことを述べた記録が残っているが、 何も見つからなかったという。ジェームズ・クックの探検による地図、1775年フォーゴ島にある漁村、典型的なアウトポートのオス人の放棄後、500年間に渡りヨーロッパ人の来訪がなかった島は、1497年のイタリア人公会社、ジョン・カボットが再発見し、テラノバと命名したことによりヨーロッパ人の知るところとなる。 ジョン・カボットの上陸地点は、島の東海岸のボナビスタと一般には、信じられているが、グレート、ノーザン半島の先端のケープボールドなど、東海岸の他の場所にも、上陸地点ではないかという説がある。ケープボールド説には、スペインの国立公文書館で発見された、ブリストル商人の文書に、カボットたちがダージーヘッドの1800マイルにしえ、 進んだところに上陸したという記述があるが、この地理的位置は、ケープボールドに大体合致する。同じ記録ではカボットが、島本土上陸前に通り過ぎた、小島の話があるが、ケープボールドの海岸からベル島まではそう遠くない、こともこの説を補強する。カボットの後、ニューファンドランドには、ポルトガル人、スペイン人、フランス人、 バスク人、イングランド人などの漁師たちがたどり着いた。17世紀末、アイルランド人の漁師たちはこの島に、魚の島あるいは、魚の土地という意味の、タリブ・アン・アイスクという名を付けた。これは、その後数世紀にわたる、ニューファンドランド沖合の大西洋ダラ漁の重要性を予言するものだった。この島に対するフランス語の名前は、テール・ヌーブである。 英語の名前、ニューファンドランドも1502年の書簡に、最初の使用が認められ、地理学上も地図学上も絶えず使用され続けてきた、カナダ最古のヨーロッパ人起源の地名の一つである。1583年、イングランドの探検家サー、ハンフリー・ギルバートがこの島に航海した時には、セント・ジョンズ付近で、イングランド・フランス・ポルトガルの多くの船に遭遇したが、 彼は公式にニューファンドランドはイングランドの植民地だと宣伝した。しかし高級的なヨーロッパ人の住民がなかったこと、ギルバートが広い命を落としたことにより、イギリスの入植計画は頓挫した。1610年7月5日、ブリストルの商人ジョンガイはブリストルを立ち、39人の植民者と共にニューファンドランド東南西のクーパーズ公部に到達した。 それ以前の高級入植の試みも、この入植も、イングランドの投資家を設けさせるほどの利益は、生まなかった。しかしこの植民で、なんとか、ヨーロッパ人による、入植地が形を成した。1620年までに、イングランド西部の漁民は、ニューファンドランド島東海岸のほとんどから、他国民を締め出したが、フランス人漁民は、島の南岸及び北の半島部を確保し続けた。 ジョンガイ以降多くの港に入植が行われおののに総督が立った。南部では1623年、ジョージ・カルバートが直挙を得て植民活動を行い、カトリック教都市体の植民地、アバロン領を現在のアバロン半島に樹立した。島全体の司法権を与えられた最初の総督は、サー・デービッド・カークで1638年のことだった。 1690年代、フランスの探検家、ピエール・ル・モアン・ディベルビルが、英仏館で教会をめぐる問題となっていた、アカディア周辺を攻撃した時に、ニューファンドランド諸行も攻撃され、危うく征服されるところであった。これに対してイギリスは、スペイン継承戦争の最中の1702年に、ニューファンドランドとその周辺に海軍を送り、 ニューファンドランド周辺のフランス入植地を壊滅させた。フランスもこれに対し、ミックマック族やフランス人入植者と組んで、セント・ジョンズの包囲戦など攻撃を繰り返し、1709年のセント・ジョンズの戦いでは一時イギリス人を追い出して、占領に成功した。しかし1713年のユトレヒト条約で、ニューファンドランドはイギリス領となり、フランス人入植者は、 イルロワイアルへと移転した。フランスが北米植民地から撤退することとなったパリ条約の後、フランス人は島南部と北部の海岸の支配権をイギリスに譲渡したが南岸沖のサンピエール島、ミクロン島の領有権はこれらの小島がニューファンドランド島南沖合の工業場、グランドバンクに位置するためそのまま維持し続けた。イングランド人が最初期に ニューファンドランドに入植したにもかかわらず、イギリス政府は、出稼ぎ業民たちによる、高級的な年間を通した、居住地づくりを思いとどまらせていた。しかし島の孤立した入り江が、地理的に、イギリスから隔たっており、監視の目から逃れられたこと、イギリスから、大西洋を2年ごとに渡らずとも、ニューファンドランドに住めば工業場に1年中出られる、ことから、18世紀末には、 高級的な村が急速に増え、19世紀初頭には入植がピークに達した。ニューファンドランドに入植したヨーロッパ人移民たちは、それぞれの知識、信仰、政府への忠誠、偏見などを持ち込んだ。しかし彼らが新天地に築いた社会は、祖国の社会とも同時期に移民たちがアメリカ大陸本土で築いていた社会とも異なるものだった。 魚の輸出が主産業の社会として、ニューファンドランドは艦隊西洋の多くの国と、交易し様々な文化が流入した。一方で、地理的に隔絶した位置や、政治的差異のため、カナダやアメリカからも孤立しており、今日に至るも、両者からの距離感は残っている。島内では、人口の大半はデコボコした、海岸線全体に薄く広がり、 各地にアウトポートと呼ばれる小さな港町を作っていた。その大半は島内の人口の中心地から遠く離れ、冬季には流氷や悪天候で長期間孤立する。これら孤立した環境は移民たちの持ち込んだ文化に影響し、土地にあった思考様式や行動様式を生み出し、ニューファンドランドラブラドール州一帯に独特な習慣、信仰、民話、民謡、 方言の多様さを発生させた。議会が開催されてきた、セント・ジョンズのコロニアル・ビルディング。1850年に竣工し自治療政府の所在地となってきた、ニューファンドランド及びその軍隊、ロイヤル、ニューファンドランド連隊は、イギリス植民地の一員として、米英戦争などでイギリス側に立ち戦った。ニューファンドランドは改革者で医師のウィリアム・カーソンをはじめ、 エドワード・パトリック・モリス、ジョン・ケントラによる議会開催のための闘争を経て植民地議会を1832年に開いた。しかしこの新政府はカトリックとプロテスタントの違いにより分断され不安定だった。1842年、議会は任命制による立法委員会と合併し、さらに1848年に任意制に戻った。これ以後、 自由主義運動の流れを受けて、後の議員内閣制につながる制度で、自治権の強い責任政府づくりへの運動が始まった。1854年、ニューファンドランド植民地は、責任政府の樹立をイギリス本国から認可された。これにより、イギリス政府から任命された植民地総督は、地元の責任政府議会に従って活動するよう、改められた。 1855年の選挙で、プリンスエドワード島出身のフィリップ・フランシス・リトルが、保守党に対し多数を獲得し、リトルは、最初の首相となった。1869年、投票によりニューファンドランドは、カナダとの連合案を拒否している。1898年には、セント・ジョンズから島の北岸のガンバー、西部のコーナーブルックを通り、 島の西端のチャンネルイコールポルトバスクまでを東西に、結ぶ狂気のニューファンドランド鉄道が開通し、沿線の林業などの開発が進んだ。1904年、英仏教商の一環として、フランスは1713年のユトレヒト条約以来、権利を保有してきた島の西海岸、コートフランセーズドテールイコールヌーブを手放した。 1907年9月26日には、ニューファンドランドは、大英帝国の自治領ニューファンドランドとなり、事実上の独立国家となっている。ラブラドール地方の境界線については、長年カナダ自治領ケベック州と、ニューファンドランド自治領政府の係争のもとだったが、1927年に、現在の境界が確定した。 第一次世界大戦は強力かつ持続的な影響を島の社会に与えた。ニューファンドランドはイギリスなどの側で参戦し、25万人ほどの人口のうち5482人が英連邦の兵士として海外に出た。1500人ほどが戦死し2300人が負傷した。1916年7月1日、ソンムの戦いの初日。 フランス北部の激戦地ボーモンタメルで、ロイヤルニューファンドランド連隊の753人の兵士が残豪を超えて突撃した。同日の犠牲者は多数に上り、翌朝天候に応えたのはわずか68人だった。ニューファンドランドは若者の4分の1を第一次大戦で失い、時代を担う若い世代の著しい現象は、経済の衰退につながり、 カナダとの連合という結果に帰結したという議論もある。現在でもカナダ人の多くが建国記念日を祝う7月1日にニューファンドランドでは戦死した若者たちの追悼を行っている。ニューファンドランド自治療は第一次大戦の戦費や大恐慌で苦境に陥り、1934年に責任政府を返上し、ロンドンの直轄植民地に戻ることになった。 同じく、イギリス自治領を名乗り、後に、英連邦王国として独立国となった、ニュージーランドやカナダなどと異なり、ニューファンドランドは、結局独立した、主権国家にはなれなかった。第二次世界大戦も、大きな衝撃をニューファンドランドに与えた。特に、島の各地の岸辺に、大西洋の平坦網を守るためのアメリカ軍の基地が、でき、 アメリカ合衆国の存在感が高まった。基地との関わりで現金が大量に流通し、島の経済が貨幣で回るようになり、伝統的な行政組織は合衆国と深く結びつくようになった。ニューファンドランドラブラドールはカナダでも最も若い領土である。1949年までニューファンドランドはイギリス植民地であり、特に責任政府返上までは、 自治領として、同じ自治領のカナダやオーストラリア、ニュージーランドなどとともに、対戦への参戦をするなど独立国のように、振る舞っていた。この年、歴史的、経済的、文化的、政治的に著しく異なるカナダへの加入をめぐる、住民投票で、賛成が50.50% 50、反対が49.50%を占めた。住民投票は、 カナダ支持派とイギリス支持派の間の激しい戦いとなったが、僅差でカナダ加入が決まった。これはカナダ西部生まれの政治家でカナダとの連合派と共に選挙運動を戦ったジャック・ピッカーズギルの役割が大きいとされている。カトリック教会が独立維持のロビー活動を行うなど、宗教団体も大きな役割を果たした。財政的な誘因も大きく、特に ニューファンドランド人に子供が生まれるごとに家族に対し補助金を出すベビーボーナスの公約は影響力があった。連合派はカリスマ性の高い元ラジオ放送局経営者のジョイスモールウッドに引きられていた。彼は社会主義的な政治傾向をニューヨークの左翼市での勤務時代に身につけていたが最も収集賞としての彼の政策は 社会主義よりはリベラリズムに近いものがあった。彼は選挙で選ばれたニューファンドランド州の首相を6期22年に渡り、務め、シズシの間で個人崇拝にも似た人気を築き、シズシは彼の落選後も長年彼に固執し続けた。島民の中には、人々の中には、ベビーボーナスのような財政的インセンティブを、カナダ市民としての権利としてよりも、 スモールウッドの慈悲の産物とみなす傾向があるという意見もある。ニューファンドランドの目下の問題は、グランドバンクにかつて山のようにたたらの激減と、漁業の激しい衰退である。戦後、伝統的なハエナ漁から大規模なトロール船やニア、底引き網漁への転換が進んだことにより、数十年にわたり、乱獲と海底の魚の産卵地の破壊が進み、 結果極端な不良に見舞われた。1990年代以降は政府が漁獲量制限や漁期制限を行うほどの事態になっているほか何度も漁場閉鎖が宣言されている。一部海域では漁獲量や漁法の制限でタラの回復が見られるものの全体としては最盛期にはほど遠い。生活を維持できなくなった漁民たちは村を去ったり、 大都市や海底油田に出稼ぎに行くなど貧困な生活に陥っており、州都セントジョンズ都市圏も含め、島の人口は減少傾向にある。ニューファンドランド非公式三色旗ニューファンドランドが大英帝国の自治領であった頃、カナダなどとほぼ同格の自治権を所有しており、法的には独立国といってもいい存在であった。ただ、 カナダのように自治権を完全なものにすることはなかったが、この国家としての経験やカナダの他の州に比べて民族的に均一性が高い点、独自の歴史や独自の方言などからニューファンドランダーたちには強烈なニューファンドランド人としてのアイデンティティがあり、今でもカナダ人ではなくニューファンドランド人という意識を持つ者は多い。ただ、 カナダからの再独立を求めるまでの動きはなく、ニューファンドランドは、州と国の間を揺れ動いている。ニューファンドランド人に対するカナダ他地域など、外部のイメージは、ポジティブなものでは、親しみやすい、外来者を歓迎する、活発、家族を大切にして勤勉に働く、などがある。カナダ本土など、北米各地では、家族の生活を楽にするために、 ニューファンドランドからの出稼ぎ者が多く肉体労働についている。州の旗はニューファンドランドの芸術家クリストファー・プラットがデザインしたもので1980年5月28日に正式に適用された。ラブラドール地方には1973年にラブラドールサウスの立法議会の元メンバーだったマイク・マーティンがデザインした独自の非公式の旗がある。 また、19世紀に作られた、ピンク、白、緑の三色旗が島の非公式なシンボルとしてある。この非公式三色旗は20世紀まで公開時にも掲げられていた。この三色は、イングランド人、スコットランド人、アイルランド人というニューファンドランドの主な民族的、宗教的集団の連合をシンボル化したものであった。この旗は旅行者から、 アイルランドの国旗と間違えられつつも、今も多くの家庭の軒先に掲げられている。長年忘れられていた飛行式機器の人気は近年ますます高まり、土産物屋の商品に使われたり、ファッションでもニューファンドランド人のアイデンティティを強調する場合によく使われる。グロスモーン国立公園シグナルヒルから見た。 州都セントジョンズ新世界で最初にヨーロッパ人が到来した地の一つとして歴史資源は豊かである。人口10万人弱の中心都市セントジョンズは北米の英語圏でも最古の都市の一つに数えられる。メモリアル大学の大部分はこの町にある。また繁華街にあるジョージストリートは1日のほとんどが歩行者天国で北米有数のパブ密集地である。 ニューファンドランド島には二つの国立公園がある。グロスモーン国立公園は、島の西岸に位置し、1987年には、ユネスコ世界遺産のうち自然遺産に登録された。この付近の最高峰で島でも二番目の高さを誇る、グロスモーン山から取られた、この国立公園は、島の西を貫くロングレンジ山が見一体に広がり、 その複雑な地質学的特徴と特筆すべき風景の良さが評価されて自然遺産となっている。島の東岸にある寺の場国立公園はボナビスタ湾など入り組んだ海岸一帯が保存され歴史の舞台をたどることもできる。ニューファンドランド南岸のアバロン半島では半島東側の円を歩くハイキングトレールが整備されている。 セントジョンズにあるフォートアムハーストから始まり、カッパヘーデンの村まで続く長さ215キロメートルの道のりである。トレッキングやハイキングをする観光客は曲がりくねった海岸線に沿って無人の断崖絶壁や小さな漁村が続く風景を楽しめる。西海岸の人口8000人の村スティーブンビルは、 1940年代前半から1966年までアメリカ陸軍、後にアメリカ空軍基地があった場所であり、かつて鉄道駅があったスティーブンビルクロッシングの街の3 2トル北にある。人口2万人で西海岸屈指の街であるコーナーブルックは入り組んだ湾の奥に位置している。新聞紙の製造、漁業、鉄道、 小売りをそれぞれ主産業とする四つの町からなるコーナーブルックではコーナーブルックパルプメーパーミルという製紙会社が稼働している。また大規模競技場やカナダ東部屈指の映画、テレビスタジオもある。セントジョージの町の北にありセントジョージワーに位置するサンディポイントは西海岸最古で最大の入植地だった場所である。しかし、 最後の住民は1973年に去り、無人となっている。同じく西海岸のバラショアポンド州立公園は、大きな湖と模範林のある州立公園で、ロングレンジ山脈の一部である。マーブルマウンテンは、大きなスキー場で、一説には、ロッキー山脈移動で一番スキーに適した場所とも、言われる。人口の多い自治体セントジョンズ・マウント・パール。 コーナーブルックコンセプションベイ、サウスグランドフォールズイコールウィンザー。ガンダーパラダイススティーブンビルメアリーズタウンポーテュガル、コーブイコールセントフィリップス、5。866トーベーベロバーツクラーレンビル、ディアーレイクカーボニア。チャンネルイコールポルトバスクプラセンティアボナビスタビショップス、フォールズ。ありがとうございます。